今日は整数の性質の36回目10進法と2進法これについて見ていくよまずは今日のテーマとポイントを確認しよう10進法と2進法ねみんな10進法とか2進法とかちょっとは聞いたことあるんじゃないかな10進法っていうのはなんてことはない実はねみんなが普通に使ってる今の数のこと 1>, 1から始まって1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1十2 1 3 1 4とみんなが覚えてる普通の数のことはこれ実は法というんだ十進法というんんだなで法と呼ばれてるかっていうとこれねまあ10個がひとまとまりになってる。もっと言い換えると10番目に位がひょっと上がるわけね10の位に。これが十心進法なんだ。 10の次見てみても10個がひとまとまりになって位がポッと上がるこれが10進法なんだじゃあ2進法って何かか想像できるかな10番目に位が上がったら10進法だったら二進法は何番目に位が上がるのか10進法は10番目2進法だったらそうこれは 2番目にがが上がるそれが二進法だねじゃあ2番目に位が上がるどういうことか実際に見てみよう。まままずははから見てみると1はそのまんまだけど2番目になったらもうすでにポッと位が上がっちゃうんだ。ということはいきなりここになるわけね。2番目に位がいがるからいきなりここになっちゃうわけだ。つまり2番目の数っていうのはもう10になるわけ。 そして同じルールでいくとね11が来て次考えよう11の次なんだけどもう2つ目になるからポッとまたがが上がっちゃうんだそして20になるわけじゃなくてこれはね100になるわけだ。でまた101が来て今度は位がポッと上がって110111とこんな形で続いていく。 わけなんだよね、2番目に位が上がるのが二進法そして裏返したこのルールも押さえてほしい二進法ではね2から9の数字は使えないわけ2から9の数字は使えないわけ、うん、だから見てみてほしい一の次2といきたいけど使えないから次1と0使って1011 次十二と行きたいけど、使えないから、二十の二も使えないから、百みたいな。百の次は百一、で百二が使えないから、百十。百十の次は百十一、次百十二が使えないから、とこう続いていくわけね。まずこの十進法と二進法の違い。しっかりマスターをして、例題解いていくよ。 じゃあ例題、一緒に解いていくよ。六を二進法で表せ。という問題だね。数字の六を二進法で表す問題。じゃあ見ていこう。まずみんなが知っているのは普通の六。これ十進法の六だよね。十進法では。一二三四五六と来て。この後七八九と来て。十番目にくらいかかって十だった。じゃあ、二進法はどうなってたかというと。 2番目にがが上がったよねつまり初めは111 1, 1番目は同じ数ただ2番目にはもうすでに位がポッと上がっちゃうわけだからここは10だったつまり1に対応するのは1だけど受信法の2に対応するのは10になっちゃうわけね。で次に来て11ただまた2番目2個ワンセットになって位が上がっちゃうから本当は20にしたい。 ででも2といいいう数字使使ええななよね進法はだから位がポッと上がってここは100になっちゃうそして101ときてまただね101の次2が使えないから位が上がって110こんな形になるわけ。こうして対応関係を考えると112103に対して114に対して1005に対して1016に対しては110。 だから二進法で表すとすると110で書き方ちょっと覚えてほしい二進法で表す時にはこの110と書いた後と右下に小さい括弧をつけて2と打つこうすることで二進法って意味になるよここ書いとこうここが二進法を表す記号になるよつまり表すとすると110の二進法これが答え じゃあ続いて練習を見ていくよ。今度は二進法の千一を十進法で表せという問題ね。二進法の千一を十進法で表す問題。じゃあどういうふうに考えるのか。まあみんなが知ってるのはねやっぱり十進法が基本だった。だからここから順に辿ってみよう。遠そうに見えるけど意外と近い数字なんだよね。さっきの例題では。 6が110に対応するとこまで見たそうすると続きいくと7に対応しているのは1118に対応しているのは112とできないから120ともできなくて200もできなくてこれは1と0を使って1000になるわけね。次次じゃあが次の数だよねとなるとうんまあここまでいくと1010 10となるんだけど。 となると何が対応しているかというと6が1107が1118が1,000つまり9が求めたい二進法の1 0 0 1というわけね。だから十進法で表すとすると1 0 0 1という大きな数でも十進法では9という小さな数になるんだ。今日のポイントをおさらいするよ 十進法と二進法ね。今日みんなが覚えるのは二進法の方。二番目に位が上がる二進法。そしてルールとしては二進法では二から九の数字は使えず。ゼロと一だけで表してきたよね。この二進法の特徴を覚えよう。